平成29年7月24日、第44回日独同時交流事業で日本を訪れているドイツのスポーツ少年団の一行が阿蘇市を訪れて市長を表敬訪問しました。佐藤阿蘇市長を表敬訪問したのはグループ長のワグーナ・ダーナさんらドイツ水泳団体7人で、この日の午後阿蘇市に到着。 市役所職員らの歓迎を受けました。市長室ではまず、ドイツのスポーツ少年団の一行が自己紹介を行い、佐藤市長が、心から皆さんを歓迎します。皆さんの心に残る交流事業となることを期待していますと挨拶。これに対してワグーナさんが、これまでに火山の島に滞在したことがないので、今までにない体験ができるものとワクワクしていますと述べ、 佐藤市長とと懇談続いて民泊先のホストファミリーと対面しましまたドイツスポーツ少年団交流事業は日独両国のスポーツ少年団の青少年や指導者の交流により友好と親善を深めるとともに両国の青少年スポーツの発展を目的に2015年日独スポーツ少年団 国際交流協定書の締結に基づいて行われているものです。今回はドイツから125名が日本を訪れていますが、熊本にはドイツ水泳団体から7人が訪れていて、阿蘇市のホストファミリーに民泊をしながら7月28日まで滞在し、阿蘇の文化や歴史、スポーツなどを通じて交流することになっています。また26日には、 阿蘇市宮寺のアゼリア21のプールで子どもたちとの交流会がありリレーで競い合いました最後にドイツの少年団から記念のメダルが贈られ地元の子どもたちからはアソのロゴが入ったスイムキャップがプレゼントされました交流会のあとプールに併設されたウォータースライダーにも挑戦し歓声が響いていました